皆さん、こんにちは。オンコロクロスプレミア。動画でわかる肺がん治療最前線。ナビゲーター薬物療法専門医、瀬戸隆です。今回は、分子標的治療薬が適用ではなかった場合の治療、PDL1 陰性または低発現に対する治療ということでお話をしていきたいと思います。肺がん学会肺がん診療ガイドラインでは、PDL1 の発現肺と それ以外に分けててガイイドラインが書かれていますこの PDL1 が抗発現してない人を対象にやられる推奨される治療というものを紹介していきたいと思います2013年に免疫チェックポイント阻害剤がブレイクスルーセラピーだということが有名な雑誌で報告されたくさんの PD1 抗体 PDL1 抗体そして CTLA4 抗体というものが 保険適用されました。さて p d l 1高発現のものに対してはこの免疫チェックポイント阻害剤「タ剤でも従来の細胞障害性抗がん剤のプラチナ併用療法よりも生存期間延長効果が高いということが示されましたがこの p d l 1発現が低または陰性の人に対して治療方針として細胞障害性抗がん剤を併用することによって この免疫チェックポイント阻害剤の効果が高まるんじゃないか逆に細胞障害性抗がん剤の効果が高まるんじゃないかということが考えられましたガイドラインでは PS 全身状態が良好な方に対して75歳未満の方と75歳以上の方で推奨する治療法が変わっています両方に書かれておりますプラチナ製剤併用療法プラスマイナス PD1 もしくは PDL1 阻害剤の併用療法というものについてお話を進めていきたいと思います。これは非症細胞肺がんの中でも非扁平上皮がんに対して従来の標準的治療法とされたプラチナペメトレキソ療法にペンブロリズマムを上乗せ追加することで生存期間延長効果が高まるんではないかということが見られました。このの試験は PD-L1 発現 関係なく投与ができたわけですががんの制御期間を示す無臓悪生存期間も優位にペンブロリズマム併用群でそして生存もペンブロリズマム併用群で良好であるということが示されましたこの中で pdl-1 の発現が1%未満つまり陰性のものと1から49%の低発現というところで無臓悪生存期間を見ますと pdl-1 が 1>, 1から49%では無造惑生存期間を改善する傾向にあり生存期間は p d l 1が陰性だと判断されるものに対しても生存が改善されるということが示されましたまた p d 1阻害剤であるペムブロリズマムだけではなく p d l 1阻害剤であるアテゾリズマム併用療法においても複数のプラチナ併用療法にアテゾリズマムを併用する効果というものが見られました。 二つの試験ではどちらでも無造惑生存期間や生存期間が延長される傾向が示されました一方の試験は無造惑生存期間しか報告されていませんが PDL1 の発言が低くても出ていなくてもがんの制御期間は伸びる傾向にありまた一方の試験では PDL1 の発言ロウであろうが、えー、低発言であろうが無造惑生存期間生存期間ともに伸びるという傾向がありました さらに非扁平上皮、非小細胞肺がんでは一つの標準的治療法としてカルボプラチンパクリタキセルベバシスマム療法というものがありベバシスマムを併用することによってがんの持っている方の生存が伸びるよということが示されていましたそこでカルボプラチンパクリタキセルベバシスマム療法にさらに アテゾリズマブを併用することで生存が伸びないかということが検討されました結果無造作生存期間も生存期間も統計学的優位につまり意味がある生存期間の延長効果というものが示されましたこの試験において PDL1 の発言別に検討すると腫瘍細胞および免疫担当細胞における PDL1 の発言が低い方 陰性の方を対象にしても生存期間延長効果が確認されさらにそれを陰性の人と低発現の人に分けてもこの上乗せ効果はありそうだということが示されましたさて従来のプラチナ併用療法であるプラチナペメトレヒ素とカルボプラチンパクリタキセルベバシスマムというものはどういうふうに使い分けてきたかということを過去の試験から見ていきたいと思いますこれは カルボプラチンペメトレキストとカルボプラチンパクリタクセルにベバシスマムを上乗せした治療との比較試験の結果ですどちらがいい治療ととうことはなかったわけですがそれぞれの患者さんに分けて考えると例えば腺がん以外の人に対してはカルボプラチンパクリタクセルベバシスマムの方が良い傾向にありまた多臓器に転移があるまあそれが原因だと思いますが症状があるという人に対しては カルボプラチン・パクリタキセル・ベバシスマムの方が、がんの制御期間は良い傾向があるということが示されました。臨床的には、こういうことを背景を考えた上で、ペメットレキスト、またはベバシスマム併用療法を選ぶということを考えてまいりました。特にベバシスマム併用療法は、生存を伸ばすということが示されていたということをご説明した試験で、特に寒天位がある人で、 肝臓に転移がある人に対して効果が高いんではないかということが言われてましたがこのカルボプラチンパクリタキセルベバシスマムにアテゾリズマブを足した方がいいのか足さない方がいいのかということを比べた試験においては肝臓に転移がある人ではベバシスマブアテゾリズマブ併用療法が統計学的優位に生存を伸ばしておりまたこのカルボプラチンパクリタキセルにアテゾリズマブ ベバシスマムを足さない治療では生存を伸ばせないということでベバシスマムを肝転移の方に選ぶとということが考えられていますエビデンスレベルは低いんですがベバシスマムには脳転移効果が高いのではないかというような報告があり十分な証拠はないものの治療の効果としてベバシスマムアテゾリズマブを併用するということは期待されるわけです。PD-L1 の発言ににわらず皮小細胞肺がんを対象にして そして EGFR や歩くの遺伝子変異が異常がないという人を対象にプラチナ併用療法に p d 1 p d l 1阻害剤を併用する治療は従来のプラチナ併用療法に比べて生存期間延長効果が高いということが示されたためにこれらの治療が p d l 1が陰性であるそして発言が低い人低発言の人に推奨されるようになりました。さて、て75歳未満の方に対しては、 ニボルマブプラスイピリルマブ両方というものもガイドラインで推奨されていますニボルマブプラスイピリルマブ併用療法は PD-L1 が1%未満の人と PD-L11% 以上という人を対象に試験が行われましたまず PD-L1 が1%以上の人に対してニボルマブプラスイピリルマブ療法は 従来のプラチナ併用療法よりも生存期間延長効果が高いことが示されまた PDL1 が陰性のむ人に対しては従来の化学療法プラチナ併用療法従来のプラチナ併用療法にニボルマムを併用する療法そしてニボルマムプラスイピリムマム併用療法の比較試験が行われた結果ニボルマブイピリムマム併用療法は従来の プラチナ併用療法よりも生存期間が延長されるということが示されてこの結果から肺がん学会肺がん診療ガイドラインで PDL1 が陰性または低発現の人に対してニボルママブ・ブイピリンマブ併用療法が推奨されるという,ふうになりましたまた、ガイドラインに記載はありませんが「ニボルマブ・イピリンマブ療法」は「 従来のプラチナ併用療法と従来のプラチナ併用療法にニボルマム、イピリムマブを併用すす。るといいう効果が調べられています全体の試験として従来の化学療法に比べて従来の化学療法にニボルマムとイピリムマムを併用することで生存が改善されることが示されており日本でも保健所を召喚されています。 この中で PDL1 の発現物質に考えてみると PDL1 が陰性の人を対象にしてもこれはスライドの左上になります PDL1 陰性の方もその下にある PDL1 が1から49%の人に対しても生存期間延長効果が示されていますこれらの治療法も PDL1 が陰性とか低発言の人にも適用になってきますのでどの治療を選ぶかは 主人の先生と十分話し合って選択していただけたらと思います。